ちょっと欲しがりすぎでしょ。いくらなんで、でもあなたの美は僕が可能にします。よろしく。でしょ、あまりにもさ。でもあなたの美は僕が可能にします。よろしく。じゃあまずはリサーチをかけないといけないから、玉森裕太さんの資料をちょっと見てみます。あ、これね、いや、イケメンすぎるでしょこれ。あ、イケメンだね。5センチくらいかな。切らないといけないよね。あの前回同様のこの髪羽根、髪の羽根と書いて髪羽根と、あで一番重要なことを忘れてました。これほんとすいません。やっぱりね、一番玉森さんのこの髪型全体とかのシルエット、一番重要なことがある。やっぱりこの圧倒的に綺麗なこの肌、見てもらえれば分かると思うけど、この圧倒的に綺麗な肌、これを手に入れないと全然始まらないよ。スタート地点にも立てないから、まずはじゃあスキンケアからしていこうね。
せしたらあのセリフ言われたいんでしょ。欲しがりすぎだよ本当に。まあ完成したらあのセリフ言ってやるから。まあ完成してでもね、さすがに美談じゃなかったらまあ言わないけどさ。でも本当に俺が認めるほどイケメンになったらあのセリフ言っちゃうかもね。じゃあセットしていくよ。前髪はちょっと軽く流す感じで、それで毛束感が出るように、こう毛先をちょっとねじりながら揉み込んでいきます。それトップの方もね、トップは一番潰れやすいからあまりつけすぎないように注意して毛先だけにつけていきます。よし、これで完璧やね。じゃあ最後にちょっと軽くスプレーでキープしていきますね。違うけど。じゃあ2人で撮ろうか。じゃあこれツイッター載せるからいい。玉森さんとそのファンっていうことで、あなたが玉森さんね、玉森さんとそのファンということで、俺がファンの役をするから、じゃあこれは後でツイッター載せるなりフェイスブック載せるなり使っちゃってもいいと思うよ。その代わり自分の顔だけ隠しといてね。こう顔だけ隠しとけばもう髪型とか雰囲気はもう玉森さん風だから完璧だと思うし。よし、じゃあ撮ろっか。1枚ね。はい、いくよ。はい、よし。